どうも、エルザです。それでは、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。さあ、今回、コールタワーをやっていく感じですね。ここね、あんま得意じゃないのよね。とりあえずな、すでに満員やったね。じゃあ、開けておいて、何が出るかな。工具箱。キラーなんだろう。上だったね。早速捕まったね。あれ置いた？マジか。どう動く？どう動く？上待ってるっちゃ待ってるけど。で、多分今上の人を吊るしに来るでしょう。あー、ピックか。で、そうだね、今回その一応脱出は目的としてやっていきたいんだけど、キラーに、2回当てると、ワンミッション中にっていうのが今やってるんで、アーカイブの方でちょっとそちらをできるならタイミング的に狙ってやっていこうかなと。さあ、ドワイトさん、あらあら、あんまり良くないね。ここに吊るされるかな。なんか地下っぽいよね。いや、意外と近い。いや、逆トラか。あー、もがいて OK だったっていう感じか。バレてないやっぱあのステインは見えるね、ほんとね。ステイン隠ししないといけないんだろうけど、キラーとしてあれするの結構難しいんだよね。じゃあちょっと離れてこれ直しますか。どうかな、うまいこと直せればいいんだけどね。吊るされたね、次はね。こっち来るかな。意外と来ないか。そうでもない感じだね。タスキにはいくぞ。どうもバレてないね。うん、味方が助けてるからいいかな。足りなかった足りなかったね。無駄に壊したな、途中。さあ、一回見つかった。まあ、近くにはいるね。どうかな、バレるかな。左側行った。助けてどうしようかな。回復狙うのもありだけど。ちょっとその場から離れたい。
上は治ったんだっけ、治ってるね。あ、いる。あ、回復しようか、回復回復。まあ、近くにはいたような気がしたが、まあ大丈夫でしょう。いざって時はちょっと縦になりながら。いやーにしてもちょっとこの状況つらいね。直したい。発電機を直したい。多分ちょこちょこ直っていってるはずだから、一生懸命回せば。あー減ってるー。さあどうかな。ああ、直したね。ナイスナイス。逆取る。たまったもんじゃないね、あの人もね。何回解除すればいいんだよって感じだろうね。あと2つ。そこに吊るす。まっすぐ向こうに行ったね。そこにいるってことは、さあ、あ、やっぱ動か発動しないか。気持ち早くするとやっぱこうなるんだよね。気持ち遅くてもなんだよね。どうする？いい。あ、やっぱそうだね。やっぱちょっと気持ち早くないと当たるね。ってことは板当ても結構ハードル高えな。さあ、まあ1釣り目なんでね、この隙に少しでも回しててもらえると助かるかな。あんま回してる感じしねえな。マジか、それ回しててよ、せっかくだから。助けてくれるのありがたいんだけどね。いや全然まだ回してくれててもいいよ。どうしました。さあ、あとは発電機の元行きたいね。で、一人は逆トラがやばいね。バレてたか。よし、一発。あと一発やね。さあ、これは逃げ切れるかな。ふい。さ、しないやっか。で、こっちは？あ。あー、やっぱ反応がちょっと遅い。いやマジでこのちょっと遅いのやめてほしいよね。はい、2回目。あー、ヒトラで1人ね。潰されてるのは仕方ないとして、ちょっと状況的にやばそうやね。
ドラ食らってないだけありがたいな。おい、どう持つ。さそう、何度もね。巻きたいね。負けるなら巻きたいね。お、ちょっと回復。あ、意外と逃げ切れたか。さ、目の前発電機あるし、これちょっと回そっかね。近く来てるが来ないね。あ、探してる感じか。お、ナイス。そしたらちょっと脱出狙おうかね。いや、あと一回いた、痛かったけどな。誰か狙われてる。さあ、右側狙いでいこうかな。まだ回してなかったか。あー、完全に追っかけてたね。倒せないね。お、ナイス。さ、倒さず、倒さないで。ちょっとね、目の前チラチラ歩いてるからね。とりあえず回復しておいて、あと残り1回でね、ワンチャンにかけようか。するがって感じやね。あ、目の前か。はい、これでこっけで持ってかれる。まあ前行かないでぐるっていけばよかったんだろうけどね。とりあえず今回は軽く2発。キラーからしたら早よ出れよ、出ろよっていう感じだろうね。さあ、処刑されましたということで、まあ味方2人出たからいいかな。はい、チャレンジクリアということで、今回はここまでとなります。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。